皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います草イン新聞購読視聴規約ここでね一旦動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条を大きな画面でお読みください どこか1箇所でもね承諾できないというところがありましたらこの動画を見ることはできませんので消してください全て一語一句承諾できるという人のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして、えー、それぞれの動画の、えー、感想をお寄せください、えー、内容がね素晴らしければ、えー、LINE グループにね是非 グループにぜひ参加していただきたいと思っております皆さん待っておりますよはい中野ユーは右と左のどっちでしょうかでは行きますでは、えー、令和元年5月9日木曜日暗号試算草コイン中野研究会今日はね2本目の動画なんですけども時刻はね夕方の6時4分ですね えー、もう夕方になっちゃって、まだ、えー、っと日がすごい伸びてて、ですねまだまだ外は明るいんですけれども、なんかもう遊びに行っちゃいたいなって感じしますよね,、えー、っとね。だいぶ日が伸びましたよ、7時ぐらいまで明るいんじゃないですかね、今6時オープ分ですけどね、はいで。今日2本目の動画はですね、まああのドル円仮想通貨マーケット分析ということで、 えー、お昼にね、動画1本を上げさせてもらったのは、えーと、ビットコインがすごく上がってるよっていうやつと、あと、バイナンスにね、口座、海外口座、バイナンスに口座持ってる方は、2段階認証の再設定が必要ですよと、その話をしたんですけども、ドル円のマーケット分析するの忘れました。それでね、えー、っと、今日なんとね、えー、北朝鮮のミサイル、また発射されましたね、今日ね。 で今日はドル円がね、復活するかなと思ったんですね。そしたらね、えー、少し落ちてしまいましたね、またね。今日は50ピップスぐらい落ちてしまいました。で今はね、あの復活してます、まあ。ビットコインはさらに上がってるんですけどね。で、しっかりとドル円がトレンドラインを踏み込むまで、やっぱ落ち込みましたね。 で、いよいよ上げ相場へ転換するのかということで、ちょっとまずね、あの、XM、<coughs> MT4 見てもらいたいんだけど、これさ、5年に一度のね、ペナントフラッグあるじゃないですかで。これ下のね、下のラインをしっかりくっつけたと思ったんですよ。そしたらね、昨日まではね、髭だったんだよね。で、くっついてなかったんですよ。確かに、週足ではね。 突き、まあ、足でもなんとなくついてるような、ついてないような感じで、僕はもうついたと判断して、これから上に行くよって言っちゃったんだけど、えー、日足でもついてなかったんですよ。こういう、ヒゲでついてただけなんですよね。それで、まあ、もうついたと僕は判断してしまって、上に行きますって言っちゃったんだけども、これね、しっかりヒゲじゃなくて、しっかりと実践のロウソク足でね、ぴったりくっつかないとダメだよっていうふうに、 えー、連絡が入りましたそれで、じゃあどうすんのと結構あったんだね、やっぱり50、60ピップスぐらいあったんですよ、今日の朝もね。うん、それで、あのー <coughs> まあ、メイソンリー系というか、イルミナティ系がですね、やっぱりここの5年に一度のトレンドラインをしっかりとぴったりくっつけないと上行ってはいけないという話でね。 じゃあ、どうしようどうしようって、トランプさんはもう一回ツイッターで流してね、下にボーンと落とすかって話があったらしいんだけど、え北朝鮮がね、ミサイル発射するということになったらしくて、まあ、夕方ね、ボーンと発射して、ぴったりとくっついたということで、今はね、急速にですね、急速に回復しちゃってんだよね。回復してね。まだ5分足とかだと結構ビヨーンって出ちゃってね、 うん、ただ、MT4 は、これ、バグってるからね、ずれるんだよね。ずれてんですよ。こうね。やっぱぴったりとくっついてる。へこのね、トレンドラインの線を踏まないとダメだよっていう、まぁ、あ、イルミナティの上,の上の上層部からの話があって、ぴったり、ぴったりくっついてでしょ、ここ。ぴったりでしょ、これ。日足。週足もぴったりでしょ。だから、月足もぴったりになったわけです。もう先ないから。もう先ないから。このまま下行くのか、 まあ上行ってね、まああの僕の僕は位が低いからね、13階級の中でも低い方だから、なかなか情報入ってこないわけですよ。ただまあ、今となってはねあ、少しついてないから、ヒゲでついてもダメってことなんで、トランプさんが落とすのか、まあ、どこ誰がね、あの黒田バズーカで落とすのか、いろいろ一文字があったみたいだけど、まあ。 北朝鮮のキム委員長がね、じゃあ俺がやるよということで、ロケット発射したということでね、これドーンと落ちたと。で、今、ここから上げていいよっていう話がもう来てるので、まああの夕方ね、えー、僕の話を聞いてか聞いてないか知らないけど、まあ、聞いてないと思いますけど、えー、まあ、これから今日はね、ロングなんだということで、買いでね、入った人は結構焼かれちゃったと思いますね、これ、損切りにあったと思いますが、で、まあ、もちろんですね、あの、 FXYouTuber のドラさんもですね、私、夕方見てたんですけど、ちょうどぴったりのところで損切りになってましたね。うん、あの人は損切りの天才というか、まあ、FX 芸人というと怒られちゃうけどね、あの本当にもう、かわいそうだったなと思って見てました、私もね。FXYouTuber の小野ちゃんも自ら損切ってましたが、 おじ、ね、ちゃんはポンドやってましたけどね、また損切ってましたね。100万円にはほど遠くなっちゃう。また60万円台に戻っちゃいましたね。だドラさんは、まあ、生涯収支がもう2年以上やってね、生涯収支が2000万超えちゃったと。マイナス2000万超えたと。いうことで、えー、もう風邪をひいてしまって息絶えい,いで,で、本当にかわいそうな気持ちでした。できればね、個人コンサルやってあげたいなと思ってます。神戸に行ってね。 うん、かわいそうだなと思って僕の話聞けば多分一転してね1年1年で1億は貯まると思います今年中にねはいそれでここからね、えー、こうトレンド転換していいよって話がね来てるんでアルファ回線ブラボー回線で来てたのかさっきなブラボー回線で来てたんで <coughs> 今から急速に上がってんですよ 5分足でもこう上がってきてるでしょちょっと横ですけど、えー、これがどうなるかでねこれまた下落っこっちゃったら嫌ですけどねうんちょっと回復してきてますねやっぱりねはいなのでまああと僕,僕のところまで情報はあんまり来てないですけどここから回復するのであれば、えー、こうだね、えー、200 220、230ピプス取れますね、今からね。だら昨日の段階だったらこの辺だったんだよね。だからあんまりつい、なんか冷やしとかだとね、ついてねえなと思って、やべえなと思ってたんだけど、許されないってことでしたね。はい。あの、まあ、イルミネティメイソン系の、あれですね、ユダヤ金融マフィアの秘密結社の方ではね。はい。で、こう、僕はこう上を狙おうかなと思。もう今から。 リアルマネーでねロングに入りたい気分でいっぱいいっぱいですけどね。はい。あと、あれですね。これですね。Yahoo ニュースで北朝鮮また飛聴体を発射ってなってますね。はい。えー、いやいやそうですね。これ、何のためにやってるのか。ドル円のトレンドライン、5年に一度の、ね、トレンドラインを完成させるために今やってるという、嘘だと思うでしょ 嘘だと思うでしょう。僕も嘘だと思いましたよ。ただね、あの宗教関係は何があるか分かりませんからね。皆さん宗教って怖い、怖いっていうことをね、知ってると思います。はい。トランプさんもいますからね、この団体にはね。で、こっから上が,上がっていいよってことでしたからね。ここら辺かな、やっぱり230は来る、230ピプサは来るね。 はい。ガチホロングでいいと思いますよ。で、この後、ま,まさかの、まさかの、5年に1度のトレンドフラッグまさかの上抜け、上抜け、ロング、ガチホマジって上なのって。下じゃないのって。<laughs> そこら辺はまだね、私の方にも情報。私はあれ、位が低いのでね、そこまで来ないんですよね。ただ、こういうところ実績あるからね。 これ何年ですかね ?2001 年とかだよねまだまだね。えー、これ1997年とかこんな上の方まで来てましたからね。ドル円ってね。ちょっとこれが見えないんだけど。消えてくんないかなこれ。ああ、ここまで来たのか。これいくらですか ?146 円。<laughs> 146円。<laughs> 146円とか、1997年か。ちょ、ちょっとありえねえかな。ちょ、ここにしようか。 ここは2000年の IT バブルの時ですね。うん、このこら辺は来そうだね。来ても良さそうだね。そうすると、えー、っと、えぇ、ー、?2400 ピプスか。あ、すごいね。2億4000万。2億4000万の瞳ですね、これね。億千万のゴー、ゴーヒロミって感じですね。 ああ、それか、まあ、一歩譲ってここですね、やっぱね。こことこ一緒ですからね。こことこ一緒ですから。これ118、124円か。まあ、ここは来るでしょうね、124円はね。今、アメリカ絶好調ですからね。1300ピプス、1億3000万ですね。<laughs> はいあ。皆さんいくら1億3000万で足りますかそれとも、 2億4000万に行きますかということですね。まあ、こ,う2この間ぐらいかな。1億8000、1億あ、2億円ぐらいかな。1億9000万ぐらいですね。行くんだね。不思議ですね。世の中ってね。まあこれ見ればさ、上昇トレンドの途中だもんね、まだね。一旦締め付けてるだけだからね。うんうん、上,上行くのに、 今、今どっちかっていうと上昇トレンドだから、一旦押し目つけただけでも4っていくんだから、うーん、だからまあいいと思います。その通りだと思います。はい、私は、あのー大き、大きな流れに逆らうことはしませんので、はい上、上役に従ってるだけです。それと、えー、っと、ファイナンス、ヤフーファイナンス見ると、今日の日経平均株価はマイナス200ドルと。 いうことですね。で、米中交渉直前で売り先行ということで、ドルは弱いですね。はい。ただ、ん株上がりますよ、また。うん。あの日、日日中、日、<laughs> 米中、貿易交渉はうまくいけますからね。また上がります。大丈夫です。だって、ドル円がもう上がるって決ま,決まったからね。うん。もう上がるって決まったのでね。良、はい、かったかなと思います。はい ピチッとね、ピチッと、ピチッピチッってね、的確に、えー、やっぱり中途半端じゃいけないってことでしたね。やっぱ厳しいですね、世の中ね。世の中非常に厳しいですね。はい、爆上げですね。意味わからないって。意味わからない爆上げをしてます。いや、これ一本足ですよ。一本足、ほら、一本足ですからね。はい、だから、本当にね、 えー、FX 負けてるっていう人はねあの裏社会、裏社会じゃなくて、あっち系、あのヤクザとか暴力団じゃないですよ。あ,あの、えー、都市伝説、フリーメイソン、まあ、なんていうのかな、そっち系の話を、ユダヤ金融マフィアの話を聞いてもいいんじゃないですかね。うん、いいと思いますけどね。ぴったりくっついてからね。うん、やっぱり僕は甘かったし、情報入ってこないですね。僕ぐらいじゃね。 13階級のうちのやっぱ11か12ぐらいまで行かないとだめですね。やっぱりね、どうしてもね。やっぱり、うん。あとは、ビットコインどうなってるかですよね。ビットコインやばいですね。今ちょっとスマホで価格見てたんですけど、66万2000か。まあ、ちょっと落ちてると思いますね、はい、まあいいところまで行っちゃいましたね。 これ、今週中70万、今週って明日しかないけど、金曜日はね。ただ、仮想通貨マーケットって年中無休なんですよ。<coughs> 正月もやってて365日、土日もやってんですよね、祝日もね。だから、土日も含めると週末行くかもね、70万ね。怖いですね。イーサリアムはそうでもないね。そうでもないですね。 ビットコインキャッシュもう大丈夫ですね。まあとにかくアメリカの、えー、全国民 2, 2億4000万の世帯を全て所得倍増、まあ貯蓄倍増計画っていうのがホワイトハウスを中心にスタートしちゃいましたからね。<laughs> それでビットコイン買えて全米に CM 流しちゃってるからね、ホワイトハウスがね。それでみんなぼちぼち買い出してるんでしょう、アメリカ人って。 これもっと上がりますよ、しかもバイナンスで、えー、証拠金取引ね、仮想通貨の証拠金取引、全部のメガルじゃないと思いますけどね、主要メガルだけ始めるっつったら、えー、っと、ね、わずかなお金で100倍とか500倍とか、888倍とかの取引できるようになれば、そのまま、えー、ビットコインが888倍に膨れ上がるわけですよ、金額が、時価総額が。もうどんだけって感じでしょう、もう、どうなっちゃうのって感じ。 えー、世の中にないものを、ね、無から有を生み出す錬金術っていうのはね金融ユダヤ金融なんですよねはいということでね、えー、はいドル円は上ですねだからちょっとねあの昨日の段階でもう上に行きますって言っちゃったのが申し訳なかったですね 1>, うん、1日遅れ、やっぱり下、ピチッとくっつけないとだめだということで、えーまあ、あのイ,ルミイルミナ TK の金、ね、委員長がじゃあ、俺がやるって言って、ボーンと一発ね、えー、ミサイル発射してくれてピチッとくっつけ、つっついたということで、まあ、私もね昨日はこのドル円のね、チャートが音楽に聞こえると、うん、競争力に聞こえて。 えー、ゴッホのね、ヒマワリの絵に見えるってね、言ったんですけど、これ風景に見えないためですよ。で、ただね、ここがね、あの、だメだったんですね。うん、一部ね、上層部、13階級の人はね、これ絵に見えねえとここがおかしいぞと。いうことで、ぴったりつけろっていうね、命令がいったみたいね僕。僕なんかのくらいだと、後から情報入るから。で、よし、いいぞって言って、ここから上に上げろと。そうしないと、競争曲始まんないよと。 いうことでね、ラバースコンチェルトがね、また始まるってことでしたね。はい <coughs>。ということでね、で、ビットコインももちろんですね、あっち系の人たちが価格動かしてるわけですから、やっぱり私たちね、階級が低い人間としては、もう乗っかるしかないんですよ。もう、は諸先輩方の同梱に、えー、乗っかるしかないわけですよ階。階級が低いからね。ということでね、また、 頑張っていいいきたいと思いますで結局ねやっぱり階級が低い人,人たちっていうのは情報が入ってこないからやっぱりちゃんとねその日,日中の時間でさテクニカルチャートをもとにね、えー、と各国のね指標発表の時刻をきちんと押さえてやってたとしてもやっぱりキム委員長がミサイル発射したりする時刻なんて分かんないわけでしょ絶対に。 うん、だから、ストーンと落ちるし、えー、っとトランプ大統領が、ね、いきなりあの中国への完全25%っていう、Twitter 流す時刻なんてわからないわけですよ、私たちには。階層低いから、えー、そういういつ流すとか、いつミサイル発射するって時刻まで伝わってこないわけだよね。まあ、もちろん階層が高い人たちは伝わってくるからさ、えーね、何時何分、何秒にミサイル発射しますって。 だからそこでね、ドル円ショート売りしたら大儲けできるんだけど、まあそういう人たちはもうそ,そんなやらないですよ。あのドル円でね、FX で金儲けする前にもう今は超満長者ですから、はいもう10兆円ぐらい持ってますからね。だからこそんなインサイダー取引なんかやらないわけですよ。うん、10, 10兆円だから13階級なんですよ。金儲けする必要がないからね。はい。ということで、<coughs> 今日はですね、<coughs> ピッ 5年に1度のですねドル円の、えー、ペラントフラッグですね、えー、ぴったり下のトレンドラインにくっつけないくちゃいけないときに、えー、ミサイル発射によってくっついたというですね、まあ、人為的操作が金融マーケットによって行われたとそしてここから上げのトレンドが始まるという情報をお伝えいたしましたそれではねまあただね、えー、投資は自己責任でよろしくお願いしますよ それでは、今回はこれで終わりにします。今日は、あの、長野研究会を夜9時からね、えー、ライブやりますので、皆さんまた大人の社交クラブへお集まりください。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。あ,あとね、えっ、ー、と、今月来月でね、あの、北、日本の北の最先端と、日本の南の最,最,最北端と、南の最南端に出張で行くことが決まりました。飛行機でね。 えですから、あのー、誰かね、そこで飲み会とかね、お会いしていただける方がいらっしゃいましたら募集したいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお世話いたしました。では、また失礼します。あ、それとね、すいません、すいません、すいません。それとね、昨日ですね、これ、ヨドバシカメラ、ヨドバシドットネット ヨドバシカメラまあ、ヨドバシカメラのね、クレジットカード持ってるから、それでいつも買ってんだけど、山田,山田,山田電機の山田クレジットカードも持ってるんだけど、山田電機でなんか冷蔵庫買ったりパソコン買うときって、いつもヨドバシカメラのクレジットカードで買うんだけど、ポイントがたまってね、500万傘のカメラを昨日ね、ポチったんですよ。インターネットで購入したんですよ。で、クリックしたんで、買ったんだよね。 無料ででねポイントで買ったかなすごいねもう夕方夜,ポジ夜7時ぐらい買ったらさっき夕方届いた、うん、なんかもう即日配達みたいな感じのアマゾンより早いぞみたいな感じですねでこれだけちょっとこれね今ねロジクールのねあのこれもあのヨドバシカメラのポイントで買ったんですけれども今映ってるカメラね ね、こ,のこのカメラよ、これね。これ120万画素なんですよ。だから、画質がすごい悪くてね、例えば、こう、レシートとかこう近づけるとさ、読めないでしょ、こうやって、ほら。読めないじゃん、これ。ね、読めないでしょ、全然。あの120万画素でね、画質が悪いんですよね。で、今回500万、500万画素を買いました。USB、ウェブカメラをね。だから、 あのー、すごく、ね、鮮明だと思うし、えー、っと iPhone の、ね、画面とかも鮮明に映ります。なのであ iPhone で、ね、運転免許証をカメラ撮,撮影して、ね、その写真、画像をパソコンの方にに、ね、持ってくるっていう動画を前、作ったんですけれどもそれも今度は、ね、このカメラを使うことによって鮮明に、ね、映ると思うんですよ。 もう一回やろうかなと思ってねちょっと買ったわけででねこれを一個もう一段上のグレードがあってねそれは800万画素だったんですよねで800万画素はねちょっとデータが大きすぎるかなと思いつつまあそっちも買えばよかったかなって気になってるんですけどだらーんこんな感じすごいねビャーン届きました はいちょっと待ってね、えー、っと、すごくねあの、最近、中野研究会に入会してくれる人がすごい増えてし、ま、増えてすごい嬉しくて、えー、今あの、処理に追われています、はいなんはい。500万画素のですね、 これはエレコムですね。エレコム500万画素の、えー、USB カメラですね。すごいかっこいいね。これ無料ですよ、無料。もともと8000円ぐらいしたのが3500円ぐらいでしたね。500万画素って言ったらかなり画質いいんじゃないですか。まあ、最近の iPhone とかね、スマホなんかね全然負けちゃうけれども。 いいいと思いますので今日のね、えー、長野研究会のライブ、えー、大人の社交クラブ、ライブ、まあち、まあ、本当はね、本当はドル円 FX と仮想通貨の研究を毎晩やってるわけですけど、ね、2時間から3時間、まあ、寝落ちしても全然いいし、出席しなくてもいいんですよ。ただあの、リアルマネーであのやったりしてますからね、ドル円はね。はい、だから、すごく楽しいですよ、本当に、まあ。お金になるからね、皆さん一人一人がね。 はい、あすごいすごいちょ,ちょっと見てみてこれすごい上がってるこれドル円一本足ですけどやっぱりあれだね13階級の上の人たちが言うの本当なんだね上がってんだもんね,ねここまでさここまで落ちて上がると思う下がるでしょ前回もここも割ってんだからさここ多分何月だこれえー、3月21日か。 これここでしょここのとこ割って下がってるから落ちると思うじゃん。上がってここまでいくっていうのがすごいよね。んはい。すいません。はい、あくまでもね、あの投資は自己責任ですからね。はい。なので、今回ね、これゲットしましたので、本当嬉しいです。えー、YouTuber はね、 YouTuber はカメラとマイクロフォンが命なんですよ。で、マイクロフォンはこれ990円。まあ、ただ、ヨドバシカメラ見たら260円で売ってたね。同じカメラ。これ、アマゾンで買った990円のマイクが260円だったし、ヨドバシカメラ、むっちゃくちゃ安いですよあの値引きあの。すごい値引きになっちゃってるから。はい。これも8000円が2500 3500円ぐらいになっちゃってたね。 500万画素。で、これで今日の夜から長野研究会にね、さらにパワーアップしたですね、鮮明な動画を流していきたいと思います。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。えー、エリア51のブルームレイクでお会いいたしましょう。失礼いたします。